府中市、東京都。府中市は、東京都多摩地域に所在する、人口、約26万人の市である。東京都のほぼ中央に位置し、旧北多摩郡に属する。市名は、律令時代に、武蔵国の国府が置かれたことに由来し、現在も東京多摩地域の拠点都市の一つとなっている。当地以外の国府、府中と区別するため、武蔵府中と呼ばれることもある。例 部府中税務署、再開発ビル、武蔵府中、ルシーニュなど。ほっとするね。緑の府中がキャッチフレーズになっている。新宿から二十二キロメートル西方、日本橋からは三十キロメートル西方に位置する。府中とは、国府所在地を意味する地名で、武蔵国の国府が置かれた地であることから、府中と呼ばれており、これを氏名とした。 府中、曖昧さ回避の記事も参照のこと。広島県にも同名の府中市が存在する。自治省、県、総務省の方針では同一指名は望ましくないとしていた。市政申請は当市が先であったが、その後に広島県府中市が市政志向の日付をそれの1日前、3月31日とした市政申請を行ったことにより同一指名となった。 地震速報では、東京府中市と表記される、広島県の府中市は、広島府中市など。1954年、昭和29年4月1日に、府中町、府中駅と、玉村、玉村とは異なる及び政府村の一町に村が、合併して、府中市が誕生した。古代の遺跡が多く、また645年の大化の改新後に、武蔵国の国府が置かれるなど、 古くから政治や経済と文化の中心地として栄えており、江戸時代は甲州街道の宿場の中でも大きな府中塾が、鎌倉時代にも幼少地域となっており、戦後も多摩地域の主要都市として行政機関、病院等の公共機関が数多く集積する。交通網としては上記の地理的、歴史的な観点から、 現在でも東京都区部近郊の交通の重要な拠点として、東西南北、区部、東京郊外、神奈川県及び埼玉県を結んでいる。これは国府設置以来中心地にある大国に魂神社を起点に発達していったことが影響している。市内には行政機関、大企業の研究開発所及び工場等の大規模な施設が多く、 商業施設や高層住宅は、府中駅周辺に多いことからこの一帯の地価は160万円、坪を超える。また、一級河川や雑木林や山があるなど、地域のほとんどが居住に適した平地でありながら、河川に、野山、数多くの広い公園や農地緑地など、多くの緑を有している。夜間人口と昼間人口がほぼ同一なのは、 近隣のベッドタウン都市とは違い食樹近接した生活環境であることが理由で、これらから市民の満足度が高く、市のアンケートでも、ほぼ全市民が将来も住みた以外として回答しており、生活実感値満足度都内第一位とされることも、ある。市域全域が、武蔵野大地上にある、玉川中流砂岩の河川段級に広がっており、玉川対岸に、 玉丘陵を望む。市の南辺は玉川と同じである。北東部に標高約八十メートルの千元山があり、麓からの高さは三十メートル程度である。市の中央やや南を府中崖線、別名は立川崖線が北辺に沿って国分寺崖線がそれぞれ東西に走っている。この崖線、崖の前車の高さは十メートルから十五メートル。 校舎は10メートルから20メートルである。国分寺市に近い当市武蔵台の一部は、この国分寺崖線上の武蔵野段球場にある。府中崖線の南側を玉川定地、両崖線に挟まれた部分を、武蔵野大地の立川面、国分寺崖線の北を同じく、武蔵野民と呼ぶ。この武蔵野面上の武蔵台三丁目が、標高は82メートルと、市内最高標高となっている。 この日本の崖線と浅間山付近を除けば、ほとんどが平坦な土地で、過重地面積率は99.7%である。括弧内は、主な交通手段、順番は、鉄道、一般道道路、北から順番に表記、有料道路、旧北多摩郡で、大化の改新後、武蔵国の国府所在地であることなど政治、経済、文化の中心であり、 古くから栄えていたことが各資料から判明している。鎌倉時代にも幼少地域として重要な地位を占めており、末期には幕府の存亡をかけた合戦の舞台となった。江戸時代には主要な宿場町として、また近在の物資の集散地として発展する。戦後も多摩地域の主要都市として、行政機関、病院群、大企業の研究開発所や工場が、 数多く集積し、東西南北への複数の鉄道路線が交差している。1750カ所を超える発掘調査が行われており、旧石器時代の戦闘機は若松町一丁目田で発見、縄文時代の土偶も若松町一丁目で発見、文馬一町、三好町付近では古墳群が発見されており、旧石器時代の朝日町遺跡や縄文時代の武蔵野公園遺跡、 浅間山崎山遺跡、天神町遺跡、新町遺跡など数も多い。旧石器時代の歴群も発見されており、加熱調理施設であったと確認された。この時代は、狩猟が主であった。大化の改新後、国史が東国に派遣された際、武蔵国作りの根拠地の大宮を避け、比較的早くから、三宅が設置され、古来交通に産業に、 重要な役割を受け持った玉川中流域に面する府中の地に武蔵国の国が置かれた。国府は多くに魂神社付近であり、発掘調査によって神社通りに国画の一部と推定される遺跡を発見、市がその土地を買い取り公開されている。武蔵国の国画は8世紀前容器に建設されたことが明らかになってきた。武蔵国の国分寺は 国府から約二キロメートル、現在の国分寺市内に置かれ、古代の東山道武蔵路は、武蔵国府から北上する艦道であった。北に向かい、川越へ至る、川越道、鎌倉へ至る、総州道が、南へ続くなど、南北の道路が発達していた。鎌倉幕府の時代は、古文書の中から重要拠点として記載され、中世の鎌倉街道上道が市内を通る。 現在も一部が残り、同盟省の街道が併村。日田吉佐賀と鎌倉幕府軍が争った戦場も、残る1333年、部外河原の戦い。マイ,マイズ井戸も発見されており、刷毛状に水をもたらし、畑作も行われていた。江戸時代には、甲州街道沿いが整備されて、鎌倉街道との交差点周辺を中心とした、宿場町として栄えた。 周辺の大部分は天領で川崎定高、平門による開拓と用水の整備が進み、田畑の工作も盛んになる。かつての南北に走る道路に変わり、東西に走る道路が中心となっていく。明治時代には北多摩郡の軍役所が置かれるなど、中核地を担った。大正時代には複数の鉄道が、昭和には日本製鋼所東京製作所、 東芝府中事業所、日本小型飛行機株式会社など、相次ぐ設置、軍の施設、府中基地が置かれた間村の一部にかかる、飛行場設置など、かつて盛んであった農業の割合より、工業、商業が増えて、現代の府中を形作っていった。第二次代、戦後1950年代以後に、宅地開発が進み、行政機関、都立病院を含む多くの大病院、 日銀を代表とする各銀行の計算センター、大企業の研究開発所及び工場の集積も相まって人口が急増し、東京都下の拠点都市として発展し続けている。国府所在地の面影を残し、由緒ある祭りや神社などが残るとともに、国指定、都指定、市指定文化財が多くある。住所の表記については、 府中市では住居表示が実施されていないため、土地地盤を整えて付け直す、地盤整理による地盤となっている。東京都25市の中で3番目の人口である。高齢化率20.9%、全国平均25.9%、子どもの割合18.5%、全国平均 17.7%2010 年に、夜間人口、居住者は255,506人であるが、 市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの市内に昼間残留する人口の合計である昼間人口は二十四万六千三百八十人で昼は夜のおよそ零点九六四倍の人口になる通勤者通学生で見ると市内から市外へ出る通勤者六万五千一人市外から市内へ入る通勤者は五万九千五百五十五人と通勤者では市外への通勤者の方が やや多く、また学生でも、市外から市内へ入る、通学生は7229人で市内から市外に出る、通学生1942人と学生でも、昼は市外へ流出する。国勢調査では、年齢不詳の者が、東京都だけで16万人いる。上のグラフには、年齢不詳の者を含め、昼夜間人口に関しては、 年齢不詳の人物は数字に入っていないため数字の間に誤差は生じる。一般会計予算額927億1000万円。特別会計を含む予算総額1653億400万5000円。平成20年度連結計上行政コスト1890億円。33万4000円。市民、収支809億円。 期末純資産残高4641億円、期間変動88億円。歳入における地方交付税の割合0.1%、全国平均16.5%。新聞の折り込み、希望宅への配布、設置された配布場所、ホームページなどから入手することができる。衆議院小選挙区選挙では、東京18区2003年までは、 東京22区に属する。本市で一つの選挙区を構成する。定数は二人。近年選出の議員は以下の通り。府中駅北第二庁舎、市政情報センター、ルシーニュ内、東部出張所、白井都内文化センター内、西部出張所、政府文化センター内。管轄地域は、市域すべて、東京消防庁、 第8消防方面本部の管轄下に置かれる。日本の消防は市町村の責任業務であるが、多摩地域の大半の市町村は東京消防庁へ消防業務を委託しており、本市もそれに倣っている。府中市提供、市内の病院一覧、CSV。かつては、市内全域に1万個以上もの集積型の大きなゴミ箱が配置され、 多市民が羨み多くの自治体も設置するなど全国に広がっていった。美化面、無料排出、時間無制限排出の利点があったが欠点として近隣多市住民が幹線道路沿いのゴミ箱脇に粗大ゴミや無分別を含むをゴミ不法投棄する事件が慢性的に発生し、ゴミ処理費の高止まり、減量の面でも問題が発生した。ゴミ排出量増大。 分別不徹底や事業系、市外のゴミの不法投棄を招いているなどの理由により、2010年2月より、ゴミ箱、ダストボックス廃止、有料化、個別収集化へ変更した。このダストボックスを廃止し個別収集へ変更した結果、ゴミ処理費用は5年で約3億4千万円の減額。府中市が設立した法人、直接関係のある法人、 参考、昭和36年旧府中町役場に、図書館が作られた後移転や地区図書館が開設されて、私立図書館の増書は130万冊を超える。図書検索予約システムがある、京王沿線七市図書館連携事業により、登録したものは利用できない。詳細は、府中市公式ホームページを参照。府中市公共施設予約システムから、利用予約できる施設もある。 工業都市としても知られ、1937年の日中戦争をきっかけに、日本製功所や東芝などの大工場が進出し、第二次世界大戦後も、サントリー、日本電機など多くの工場が進出している。主な生産物に、小松菜、玉川梨、ワケネギ、四国米、黒米等がある。様々な、不中産農産物が、マインズ農業共同組合の政府視点。 玉市店、中川原駅前市店の農産物直売所、府中駅前の府中特産品直売所、農家設置の直売所などで販売されている。江戸時代は名産品があり、玉川の五葉鮎、鳴子売り、府中御用売が献上されていた。戦後までは水田稲作や養蚕が盛んだった。2002年現在、高知率6.9%、 水田率25.7%。2000年現在、農家率0.4%。2015年現在、農業従事者、数千20人。都市化や高齢化により産業低下が見られることから、平成27年度より、第三次府中市農業振興計画を策定して、農地を残し、緑のある住みよい町を引き続き目指している。日本電気の府中事業場。 東芝の府中事業所、サントリーの武蔵野ビール工場、読売新聞の府中工場、読売プリントメディアなど、大規模な工場がある。2000年現在、第二次産業を就業者数2万6005人。府中駅近辺には、ステーションビル、百貨店もあり、店舗が集中している。その他、小売店は、鉄道各駅やいくつかのバス停留所付近に集中している。 また、大東京総合大修理センター、市場が、市南西部に立地する。また、飛行町の日本製鉄所東京事業所後にできた、府中インテリジェントパークは、日本銀行や、各銀行の電産センターや、各社の研修セターなどが集積しており、新たな企業拠点となった。公営競技施設では、東京競馬場や玉川競艇場がある。2000年現在、 第3次産業就業者数84,594人と多くを占めている。多くに魂神社、郷土の森博物館の花見、ビール工場見学、美術館などに訪れる観光客もいるが、府中市観光情報センターでは数種類の市内観光ミニツアーを行っている。A. 史跡コース。B. 自然と仏閣コース。C. 伝説コース。D. 府中宿コース。 また、府中市観光ガイドを発行。市役所は、府中観光情報を提供している。古くは、国府所在地として、今でも関東地方の交通の要衝である。これは、国府設置以来中心地にある大国魂神社を、起点に放射状に交通網が発達していったことが、大いに影響されている。地理的、歴史的な観点から現在では、 国道16号県内と東京都区部までの間における環状連絡線の要衝結節点として、東西南北、区部、東京郊外、神奈川県及び埼玉県を結ぶ道路網では、甲州街道国道20号、中央高速道等の幹線を介して、東西の区部と郊外とを結び、府中街道、鎌倉街道を介して、南北の神奈川県、川崎市、 相模原市方面と埼玉県、所沢市方面を結ぶ。鉄道網では、武蔵野線、南部線、京王線の交差駅を持ち、東京の東西拠点の区部と、郊外方面、八王子、立川を、京王線、南部線で結び、南方の神奈川県溝の口、川崎方面を、南部線で、北方の埼玉、千葉方面、所沢、浦和、越谷、 三里、松戸、船橋を武蔵野線で結ぶ。また、市内東部地区の南北方向に、西部多摩川線が武蔵境駅経由で中央線添いの市区町村と連絡している。市内は路線バス網が充実しており、中央線の各駅から府中市方面に向かって多くの路線が乗り入れている。京王電鉄京王線と京馬場線、JR 南部線。 JR 武蔵野線、西武鉄道玉川線が市内を通る。市の北端の一部、西国分寺駅、国分寺市の西側の武蔵台三丁目を JR 中央本線がかすめているが、駅はない。ただし、先日の武蔵台地区は、西国分寺駅が、最寄りとなる。かつては、中央本線国分寺駅から分岐する形で、市内へ下河原線が存在した後に一部が、 武蔵野線となった。主要な道路は市の中心部から東西南北に伸びている。古くは鎌倉街道、甲州街道が幹線となった。甲州街道は国道二十号線となり、バイパスが作られそれらが国道にかつての道が都道となっていった。さらにそのバイパスとして中央自動車道東八道路が作られた。 詳細は市役所ホームページを参照。市内は武装地区運賃になるため、一般路線バスの運賃は乗車区間によって異なる2018年現在、初乗り現金180円、IC 運賃175円。このため、後乗り前折り運賃後払い式である、市東部を走行する一部路線とコミュニティバスを除く。以前には、多摩川の渡し船、 万願寺の私、ヤ八穂の私、石田の私、一宮の私、関戸の私、中川原の私、これまさの私、大丸の私、常久川原の私が設けられたが、現在では廃止されている。隣接する調布市、一部三鷹市の調布飛行場から、伊豆諸島、新島の新島空港、大島の大島空港、神津島の神津島空港への航空路がある。 新中央航空。50cc 未満の原動機付き自転車へ対して、ハンマーバキのご当地ナンバーも配布されている。軽自動車、二輪、四輪は、軽自動車検査協会より、玉ナンバー。それ以外の四輪車と二輪の小型自動車は、東京運輸支局の玉自動車検査登録事務所より、玉ナンバーを割り当てられている。標高約80メートル、かつて、 玉川によって削られて残った丘。山全体が公園となっており絶滅危惧種武蔵の木杉が自生している珍しい地域。日本スペースガード協会が2000年8月に発見した小惑星41484番を武蔵府中と名付けた。これは公園会など天文普及活動で同協会と協力関係にある 府中市郷土の森博物館に命名外されたもので、国際天文学連合は2017年4月に公式決定した。イベントは、多くに魂神社、郷土の森、府中公園を中心に、市内各地で行われている。イベントカレンダー、府中観光協会も参照。日本一、日本初、大きな出来事や、珍しい事柄。府中市は、 府中ロケーションサービスというフィルムコミッションを行っており、撮影は各所にて頻繁に行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。